はい、皆さんこんにちは。ボンゾラジオ第20回です。今回は、企画がめちゃめちゃ忙しくて、何もする余裕がなかったので、アヤパン企画でワンナイト人狼の、はい、プレゼンターがアヤパンで第20回は人狼をやっていこうと思います。今日はゲストで、内藤 P のところから、ケンちゃんさん、ケンさんを借りてきました。こんにちは。うなずいたもんね。大丈夫なんだ。見ない。動画じゃない。皆さんのね。なんで、今回に関してはもうかなり、まあ、雑ですが、人狼だけをやって30分過ごそうと思います。ゲームをしてお茶を逃がそうという、そういうあれでございます。はい。もう蓋もない。じゃあ、あやぱんにはとりあえずちょっと人狼わかんない人に、まあ、簡単な説明をしてあげてください。なんで、あとなんで今日人狼やることになったのかっていう経緯をちょっと。え、ないです。え、ただやりたい。どうしましょうか。ただやりたいだけ。ただやりたいだけですね。だから先月ぐらいから盛り上がってますでした。あ、そうですね。ちょっと久しぶりにアプリをダウンロードしたんですけど、面白いなと思ってこれをみんなにも広めなきゃみたいな。そもそも人狼って何ですか？人狼カードゲームとは、まあ人間チームと、そう、神チームか、人狼チーム。人狼チームがいて、人狼をあぶり出して、まあ、処刑しようっていう。そうそうそう。ゲームですね。ざっくり、いや、知ってるんじゃないですか、みんな。まあ、まあ、やったし。まあ、なんか数人集まって、役職を振り分けるんですよ。そうです。みんな人間って言い張るんですけど、中には人狼が数人紛れ込んでいて、うん、それをちょっと特殊能力とかを使って議論の中で見つけ出すっていうゲームなんですけど、そうですね。それを、まあ、本当は本来は10人以上でやるパーティーゲーム的なやつなんですけど、まあ、それワンナイト人狼っていう、まあ、ちょっと少人数でできる特殊な役職とかが入って、まあ、そんなやつです。よろしくお願いします。はい。なんかワンナイト人狼自体は短いらしいんで、何回かやっていこうと思います。じゃあ、スタートを押してください。スタート押しますか？もうやっちゃって大丈夫ですか？押してくれ。はい。役職の説明とかもいいですね。役職した方がいい。うん、じゃあ。一応、ワンナイト人狼では、まあ、人狼と村人の他に、怪盗と占い師っていう役職がありまして、怪盗は、自分の役職と、他の誰か一人の役職を入れ替えるっていう能力を持ってます。あれ？え？違うの？大丈夫でしょ。で、占い師の方は他の人のカード、役職を除く、もしくは場の内訳を知るというか、まあ、ちょっと本当はカードで配って2枚だけ余るようになってるんですよ。人数が決まってるんですけど。で、その配られてない、使われてない役職を見ることで、その場にどのカードがあるかっていう役職を、内訳を知ることができる、そういう役職でございます。はい、すいません。じゃあ、始めましょう。あ、そうか、俺が。そうそう。で、アプリのプレイヤー1がヤパンで、2が新太陽さん、うん、3が自分で、あ、3がヒロポンで、4がケンちゃんと。はい。ケンちゃん。っていう感じですね。ケンちゃんです。ラウンド1、ファイト！はい、じゃあ5分1本勝負です。はい、占い師いますか？はい、占い師です。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと今のちょっと待って、なんでどういうこと？いや、だからさっきと同じですよ。あ、出方を疑ってきた。嘘がいるかなって思って。なるほどね。自信のままやりくる。そうですね、結果として今ちょっと信用度下がってますからね。でも、俺、ヒロポンが占ったんですよ。うん、これって言っていいのタイミングもなんか、さっきっていうか、早すぎるとね。そうなんですね。まあでも、ここで俺を信じてもらうには言うしかないし、まあそうですね。回答なんですよ、ヒロポン。うん。これは間違いない。間違いない。で、あとは、もう、誰を交換したか。だって、ここ。いや、でも、合ってますか。うん。だから俺は占い師なんですね、確実に。占い師です。で、回答なんで。お二人人狼じゃなければね。さあ、わざわざ。誰と変えました？ちなみに。ああ、出た。嘘つき。いや、占い師じゃないんですか？全然情報なくて。ああ、そうなんですね。あ、じゃあもう俺知ってたんですね。
じゃあ先に言った方がいいですよ。そうしたら合ってますよとか言ってくれれば、まあ、お広さん、あでも二人人狼じゃないっていう感じのはありますけどね。あ今は天ちゃんが占い師だと名乗り出ました。ちょっと嘘くさく。嘘くさく。問題は俺とあやさんどっちが人狼かってこと。ね、人狼かどうかわからない。まあわからない、ね。人狼かどうかわからないけど。まあ人狼がいるとしたらこっちだけど。いや俺は村人だから。私は村人ですよ。そう言うしかないよね。でも平和はあるよ。平和はある。平和はある。どうですか。でもなんかちょっと慣れてきて。いろいろやってた割には今日静かじゃないですか、今回。うん。あ、そう言われてますか、ね、なんか怪しい。音から。でも今回、ここはまあ本当かなって感じはするんですよ。なんとなくだけど。なんとなく。うん、なんか落とし入れようとしてるよ、この人。この向くの人。でも3人。3人人狼はないですからね。ちょっと普段を振り返る。3人人狼はない。うん。いやだから3人でカメられてることはないんですから普段の話やめましょう。私が繋げちゃうんです2人人狼で新谷さん人狼ってことないからで新谷さん人狼あるのいやいやそうなるとだからうちらは後ろとでしょまあ人狼の可能性もありますねまあまあそうですねまあでもまあどっちから殺せば別にそうなった場合はでも回答をお掃除でしたからね本当に人狼がいて人狼と変えてる可能性もありますありますね確かに確かにそこは捨てないですよねそれを考えたらそれならこっち優先からしたら2人ではめようとしてるように見えるんですよねあでもだったら、うん、あでもか占い師でしょ見にくいですね人間の争いというのはひどいちなみにあやぱんなんだ私も村っす公平言ったら終わっちゃうんだよねやっぱ言うの早かったかなぁ。いやでも占い師って言っちゃった時点ででもあそこ言わなかったらさ、うん、あでもまあそこ閉まってまあいいかったかもしれないけど、うん、ってことはいるんだねでも回答って言い出しちゃったらさ俺信じてくれないじゃん、うん、そうなんですねだから先に言うしかないかなと思ったの、うん、占い師は出ちゃって問題ないかなまあでも回答が占い師聞いてたら先言った方が信用度は上がりますあそうねこっち側で役職持ちが一人いれば分かるんで誰か、どっちか引いてくれればまだよかったんですけどね。まあ、俺もどっちか、あ、そうですね。え、でもなんでスミヤさんと、スミヤさんと変えたんですか？ん？なんとなく。なんとなく。いやー、なんか、一番怪しい。今考えられるのは、実は人狼人狼みたいなパターンもあるわけです。いや、でも普通に村々で、うん、平和の可能性もあるんですよね。平和の、まあ、その可能性全員人間っていう可能性も。でも確率からいってね多分ないんだよねないと思ういるんだよねさっき2回ぐらいありましたもんねでも1回あれちょっと待って1回落としてるんですよ大丈夫私だって仲間いる人狼やったことないですもん人狼でやったことないなんか村村の提案がかなり最近な気がするなんか1回落とされそうになった気がするでも実際だって分かんないから誰歌うか分かんないやばいこれ分かんないあんまりああ、はい、経ちましたなんか私は、ゆうとさんが人狼と変えてんじゃねっていう人狼いるいたちなみにいたいたっていう、いや聞いてるわ、知れとは仲間いた仲間いた村人だもわかんないでも、うん、そうなんだよね、うん、なってる可能性もあります、ね、村の可能性が結構高くて、今回でもなんか一人はいる気がするんですようん、一人はいる気がする、うん、ひろとさんが、だって経験者ですからね。そこは分かってないわけないんですよ。私と変えたでしょ人狼だったら。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 これは変えてるんじゃないかなと思うんですよ、ね。いやー、ちょっと可能性は出てくる。本当に村人っていうの。まあ、そうね。ここ人狼人狼だ。仲間いない。じゃあ、仲間ではないけど。いや、村っすよ。村ですか村人狼人狼で仲間っていうことじゃなくて。人狼2人人狼で仲間人狼人狼で人間同士で、うん、確率的にありえるんですかそんなそれはここまでしたっけ、まあ、村だっつってた新谷さんなんか今回本当に村っぽいまあそうですね、うんそうか。なんで似合いないの似合いないの。まあまあまあ、もう、まあ、そうですね、時間は過ぎてますからね。じゃあ、とりあえず、あやぱんをする方向で。いやー、なんで私をするの。いやー、今回はヒロポンだけど。素晴らしいじゃないですか。え
ね。うわー、これなー。うわー、輸送ってきましたよ。狼が輸送ってますよ。これどうすんだよ、これ。池田さんはね、村っぽいんだよな。あ、ほんとですか？あれ違うから。まあいいや、どっちも。この顔見て、私の目を見て。もう遅い。もう遅い。もう遅い。もう私に投票した後だった。いや、それは分かる。知らないです。人間は知らない。ヒロポンがちょっとね、信じられなくて。ひどい。それはひどい。そうです。散々人間を飲まされましたからね、先ほど。いやー、やべえ。わかんねえ。どうしよう。これわかんないな。はい、なんか絶妙のタイミングでちょうど上手になっている。上手いです。村が勝てれば。おお、やったー。じゃあ役職紹介しましょうか。せっかく盗んだのに。元の役職から。はい。占い師の人。はい。けんちゃんでした。けんちゃんでした。回答の方。はい、ひろぽんです。はい。神道の方。はい。私、あやぱんでございます。で、残りの村人が何の罪もない村人が死んだ最初に疑われていた部外者、ひどい言われ終わった今回のゲームは、怪盗がしれっと盗んだ、しれっとあやパンからね、人狼を盗みましたいや、これ、こいつ人狼だし、こいつ人狼終わりかなとか思ってたんですがこれ、シロさんに、私のシロさんによかった、最後までヒロポに入れたんですよとりあえずに私入れましたね。さっきから結構ミスってますね。当たってても外れても、外れてればそれでいいし、当たってもおもろいから。さっきからすごく私のことをなんか怪しんでくるんですよね。よかったよかった。当たってたら面白いから言ってなくなる。ちょっと待ってください。信用がないな。そうか、回答だったから、やっぱ占い師はちょっと黙った方がいいのかな。占い師わかんない。俺は当たった時に。でもな、なんかもう、この人に任せましょう。そうね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。その人に任せよう。4人ですよね。まあ、でも、タイミングが変わんなかったと思うよね。カミングアウトできるやつだから、回答と占い師しかないから、うん、自分回答だったら絶対占い師でしょ。うん、占い師で、誰と交換したかって、はいはいはい。あるじゃないですか。うん、で、俺、言わなければ占い師言わなかったじゃないですか。いや、多分言ったと思うけど。あ、マジですか？うん、すごいですね。で、迷うけどね。だって占い師って人狼が語ってるか占い師かっていうのを判断するたびに、うん、人狼だったら仲間とはポイント取るために時間稼いだなと思ってもらった。ラウンド2、ファイ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 。役職だ、あれだ。はい。おい、本当？本当？さっきから仕込んで。仕込んでるじゃん。だって実際当たってるしね。実際ね。だっていないもんじゃん。いない？いない？うん。この人いない？でもまあ今はとりあえず保留でいきましょう。結果聞いて変わるかもしれないし、みんな。まあ。で、あ、やっぱ俺占い師なんで。やっぱ占い師だったもんね。そんな様子見。まあまあ様子見。じゃあちょっと占い師さんの結果聞きましょうか。一人人狼だった？なんで迷ってるの？いや、これもね、さっきと同じなんだよね。おー、うん、今言うべきか、回答がいるんだったら出てほしいかなって感じ。あー、でも面白いと思います。うーんとね、何か難しい。え、回答がいたら困るもんね、ブスって言うのね。いや、あ、そういうこと。回答言ったら分かってるんだよ。あ、そうなんだ。私は違うよ。回答ではないかな、わかる。うん。ああ、なるほど。そういうことか。ってことは、ムラムラってこと？いや、見てないのか。一人しか見てないんですね。一人しか見てないんですよ。なるほどね。だけど、どう出るかかなって感じなんだよね。今回の…あれ、今朝占い師なの？占い師です。あ、占い師。だけど…ヘルポなんのかな。うん、自分ですか？自分は村人ですよ。村人だよ。あー、すげえ。そしたら俺だって村人だよ。私も村人です。まあ、村人ですよ。ほら、嘘つきがいます、この中に。多分、おそらく2人いますよ、嘘つきが。なるほどね。とりあえず1人は嘘つきがいたんですよね。まあ、なんで私をさ、いや、違う。情報整理にしようと、うん、まあ。とりあえず俺はひどく村だったんですよ。回答だった。回答でしょ？でも言わないんですよね。それを言わなかったんですよね。ってことは、新谷さんが人狼だったんですね、きっと。
で交換して、ま、たこのパターン交換した臭いんですよ、ね、うん、私が村なんで。ただケイさんの今考えてることを聞くっていうのも楽しみです。そういう、あ、そういう設定なんだと。まあ、ケイさんの話は回答は今確定してるっていう時点でまあね。でも村の人聞いたか、見た人、見た人、見た人は回答あった。占い師は俺だから言っとくよ。おう、うん、だからもうそこのケイさんと今日本で言ってることは俺にはさっぱりわかる。おお、ちなみにどこ見たんですか。え、どこ見たんですか。あ、真ん中、まあね、真ん中見て、で、1枚が村人だった。で、もう1枚は自分だった。だから1人1人だった。どう待って、まあ、その推理からして人狼1人、村人1人、怪盗1人。え、ってことは、嘘ついてるのって1人になるんですか。あの、身体を判明せんだったら。ああ、なるほど。あ、だから、身体さん目線だったら俺が嘘ついてってことになるんですね。そうですね。で、回答。あ、本当に回答ですか。本当に回答でした。そうですね。いや、身体さん目線で言うと、ちょっといいのそれ。いや、でもまあ俺は占ったんで、回答っては知ってるんですよ。まあまあ、でも、回答。そうか、俺は真ん中を見ただけはいるけど。そう、え、でも占い師は一人なんですね。うん、うん、まあ、でも見てるところが違う。俺はここ見ただけだから。うん、ケイさん、まあそうです。そこでなんか連携が生まれたんだ。まあそうです。ちょっと見せたくないよね。なんでそう、あれ、あれ、これおかしいな。なんかおかしい、こう2人人狼で嘘ついてさ、なんか見たパターンをさっき見た気がするんだよ。だって回答もあれ？え？いや違う、先に言ったんでしたっけ？回答は言う前に。ん？あ、回答。今回は、杉谷さんが嘘ついてる。ケンちゃんさんが。ケンちゃんさん。ケンボが、こいつ人狼じゃないですか、もしかして。占い師がいないと思って手を見て、人狼、あ、でも回答がいるかもしれないから、ちょっとあぶり出しとこうって最初ちょっと曖昧な言い方をしたのでは。したのでは。ではないみたいな。ただ回答だったから、ヒロポン占って回答だったから、で、まあどうぞぜかなと思って、誰があの交換したかなと思って見てて、で村人って言ったから、最初俺嘘ついたと思ったんだよ。回答の、うん、であそこ交換したいかと思って。そうってことは、一人はいるんだよね。ってことはやっぱ人狼だったんじゃない、最初じゃないですか。いやいや、俺はもうずっと占い師ですよ、生まれて。本当ですか。生まれてこの感じ。魔法使いですか。魔法使いです。いや、これ分かんないわ。私が間違えたら、まあ、俺は負けですね。まあそうです、俺は身体差を思うの。やるしかないやるしかないやるしかない怖っ。だって嘘ついてますから。それはもう。ヒロボンはどうだったんですか。え、ここ2人人狼じゃね。いや、違うか。見てでも交換して人狼になってる可能性はあります。うん、村人人狼で。あ、そうか、見たんですね。俺は見たんです、回答で見て、うん、で、人狼を村人だとして、で、交換して村人って言い出して、うん、っていう可能性はあります。だから、あなたは回答になってない。ほら、おやおや、おやおや。え、わかんない、マジでわかんない。会話の意味がないじゃん、もはや。まあ、俺はもう身体さんにいるらしい。人狼は身体さん、なんか、俺の中では確定してるんで。なるほどね、あとは残りの3票かな。3票っていうか2票。あ、2票。なんかおかしい。それなんかおかしい。おかしい、うん、ちょっと怪しい感じが。怪しい。だって見てるのは、見たのは、うん、回答なんですよね、ひなとさんの、ひろぽんさんの。それはだって、そうじゃん。なんか、あやぱんが回答だから、回答あるはずが入ってきた話ではなく、いや、ではないです。だって回答ですね。それでも、ちょっと、議論会は意味ない。わかりました。私は、ちゃんと時間は区切って。私は、プレイヤーさんに投票しますね。お、はい、あー、味になってるってこと、ね、人狼になってる。でも、その可能性を言わないってことは、
ケンちゃんさんも怪しいんじゃないかっていう、他人の人狼なんじゃないですか、私は見ようとしている人狼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 で、エンガルトで交換してる可能性があると言ったけど、ただ、それは分からない、うん、なってるかもしれないし、なってないかもしれない、確実に人狼だと知ってる方が、俺は新海さんをやるしかない、おしめやるしかない、やるしかない、お前嘘ついたのか、俺は魔法使う、レイヤーさん、おーっと焼かれた焼かれた、おー、なかったー、すごい、だからやっぱそうじゃん、新海さんが引きました、新海さんが引きました、じゃあじゃあ俺は本当のことは言ってない何も言ってない、おー、きたー、え、ちなみに今の忘れてたけど、ラジオのこと忘れてましたけど、忘れてる占い師の、本物の占い師の人、はい、けんちゃんでした、けんちゃんでした、じゃあ最初回答だった岡田は、はい、ヒロポンです、おっと、そして人狼生まれてこなかった人狼だよ生まれてこなかった人狼、開き直ってしまいますって思ったよ、新太郎さんですか、で私はまた村でございます今回は分かんなかったですね、でもなんかまあ俺の中ではまあ人狼の確率だったんで、いやケースは絶対占い師だろうなと思ってたけど、だからあとはヒロポンが交換してるかしてないかで、うん、どうしようかなって迷って、そうそう、でも彼出たから、俺が回答だって名乗るのって結構難しいな、村って言ったらよかったね、あ、いや今回は占い師だって名乗ったんだけどこれ回答だって名乗るにはどうやったらいいのか、人狼ってそう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 、でもこれの場合は回答を語るのもう回答が絶対いるんですよ、本物の占い師が回答がいるって言ってて、うん、で回答がもし私と書いてたら池田さん村でしたって言うんですよ絶対、うん、言わないってことは人狼引いてる可能性めっちゃ高いじゃないですか、あーなるほどね、言わなかったからか、そうかそうかそうか、どっちが村かって考えて、どっちを引いたって言おうかって、はい、でこの時に池田さんが、うん、あの両方人狼あった時に困る、うん、そうなるほど、結構整合性を問われるじゃん回答の、そうですね、うかつに名乗れねえなと思って、こっちが村だったらこっちから村でしたって村でしたなと思ったケンさんしか、うん、なんかあの生贄がいないそう、その時はもう言っちゃっていいんですよ、人狼はもう自分人狼だったんですけど、言わないってことは多分回答で、うん、もう確実に回答がいるっていうのは分かってるんで、確かにそうだね、村人の交換したら言う、言う、絶対言ってますって言ってる、自分は村人ですねって、あ、確かにそんな私がなんかあの可能性に下げたんですね、そうかそうか回答の方が先読みしなきゃいけないから難しい、結構難しいですよ ね、 でも変えられてるかもしれない人狼も嫌ですよね、うん、人狼って名乗れてるのって結構きついよランスイファイファイじゃあ役職出ましょうか仕事あるやつうまいんだよ、誰もやりたくないと、役職は役職なし、役職ない、本当思いついたように、思いついたように占い師ですか、占い師ですね、今回は思いついたように占い師、他にない、他にない、占い師結果を、本物の占い師ですか、本物の占い師ってこと、ええまるで自分が本物じゃないみたいな、先に回答いたらちょっと名乗りとってほしいかな、今回はっていうのも回答がねいるんだよね、ほう、回答はいる、回答はいます、人狼もいますよ、中見たってこと、中見たってこと、あー、人狼は一人、人狼は一人です、だから嘘ついてるやつは絶対一人だ、嘘つくやつが今から出てくるはずなんですよ、はい、回答が出てこないってことは回答は取っていい感じですか、可能性としては回答が取っている、回答が人狼を回答が人狼になってるかな、要するに人狼みたいに変わってしまっている、回答います、いない、え、スルーさんあれ、いや、なんかあやパンの撮ったんですよ、あーあーから、ああそっか、占い師になった、難しい、あ、占い師だから、いや、占い師だから、うん、それはどっちかが人狼なのかと思って、これ元人狼先に言っちゃったらいいんじゃない、いや、もっと早く言ってよかったですよ、それだったら他にいますか、わかんない、しまったー、早すぎた、人狼のやつを抜いてなければ、多分まあそうです、うん、ってことは、今人狼の人は村人なので一人
練習しちゃっていいんですよ。なぜ俺が。ちなみに役職を。ありがとうございます。民間人でございます。まあ村人ですからね。本当かな。で回答。私と書いたんですね。だから今は、ね、中見たら村人と人村人と人村人狼です。村人が中に1個あって、自分は村人で村人、だから明らかにそうついてる人がいる。いや、私が考えられるのが、まず新太陽さんが嘘ついて、うん、本当に怪盗で変えちゃって人狼になってるけど、まあちょっと先に言って当たり障りないこと言ってる、うん、もしくは、他に最初人狼で誰か他に回答がいて新体さんと変えたから、うん、自分が人狼になってる、黙ってる、うん、でも、でもそれならそうです、言わない人だそうですもんね。でも出てるのは、ああそっか、分かんないんだよな。ああそっか、自分には分かんないもん、回答取られて盗まれても分かんないですからね、本人しかしょうがない。まあでもなんか普通に言ってくるってことはなんか人な気がするんだよな。だからそっち二人いるんじゃね。でもそうだよね、回答、そうだよね、回答の役職の一つになっちゃった。そうですね、まあでも自分村人なんでプレイスミヤックのスキルいいんじゃないですか。うん、まあ俺もそうなっちゃうんですよね。それか、うん、まあ新体さんが人狼で回答って嘘ついて言ってるか、まあ、魔法、あーと占い師に魔法を名乗るか。あ、まあそうですよね、その可能性もね、あるっちゃあるんだけど、今回に関しては慣れてない新体さんよりもそっちで人狼引いておとなしくしてる可能性が高い気がするんですよね。いや、もう意外とミスパンちゃってると思うから別に自重しちゃっていいと思います。なんか、なんか悩んでる。絶対いるんですよ、絶対。人狼一人いますからね。やばい、あと21秒しかない。名スピーチ。先に、もっと人狼を先に言っちゃったらいいんじゃないですか。ですか。もっと人狼が悩んでる。まあ、そうですね。はい。だからあとは新太陽君が取ったか、スミヤ君が、スミヤ君残っているか。なんか怪しいな。現在残っているか。はい、いや、どうだろう。ヒロコの気もすんだな。なんだこのヘイト。なんか恨みが溜まってるぞ。で、さっき名前言っちゃったのか、カットしていただいて。私も呼ばれてますからね、何度もか。あれ、言ってましたっけ、うん、あ、マジか。これ、石食った気がするな。魔法使い、魔法使い、魔法使いってあるの？そうそう、魔法使いっていう職業じゃないのかしら、魔法使い。いや、なんかあるんですよ、別バージョンで魔法使いだったり、吸血鬼だったり。吸血鬼は職業。まあ、職業っていうか、あれが人狼枠か、うん、プレイヤー兄さん。うわぁマジやったー、やっぱりマジかそんな気はしたんだよ、ちょっと。これは人狼の勝ちですよ。これは人狼の勝ちですよ。うっそー。もう仲間じゃなかったんだね。そういうことね。必死に変わっていたのに。変わってた。回答。そうか、ケンさんが回答だった。俺が回答で交換したんですけど、まあ、俺一人だと思ってたんですね、正直。だから。どうしよう。一人いたんで。いや、回答って名乗り出た方が良かったのかなって思ったけど。いや、どうしようかな、ね、私もミスったと思って、回答いるかどうか分かんなかったから。あー、そうね。うん、仲間って知ってるからね。そうなんですよ。でもこれ言わないってことは多分引いてるなと思って。可能性結構高いじゃないですか。ちなみに。占い師じゃいなかったんだ。あやさんが占い師だ、人狼で。見たよね。見たよね。あ、そうですね。はい、今回の、勝負は、嘘つき、占い師は、プレイヤー1、私が人狼でした。で、まあ人狼チームの勝ち。人狼チームの勝ちだったんですけど、聞いてる人ってわかるのかな、これ。んまあ、最初は、あやパン、新太陽が人狼。で、
自分ヒロポンが村人で、ケンちゃんが怪盗。で、ケンちゃんが、ババ引いたと。新太陽のババを引いて、人狼に変わって、新太陽さんと自分が潰しちゃった。そんな感じですね。そうですね。必死に守ってたわけだ。仲間と思って。で、ちょっと黒っぽい方を残して、人間っぽい方を釣りました。でもそれは、どっちにしろさんも、私はプレイヤーさんに入れたんですけど、ヒロコも釣ろうと思ったんですけど。あの状況で。あの状況で。そう、俺は人狼だ、自分が人狼だと思い込んで、ケンさんを。ケンさんとは人狼だった。そうですね、今回は結構面白い。盗まれるとわかんないもんね。そうですね。でも俺もでもどう出るかちょっと迷ったんですよ。回答が一番なんかその内訳が分かるじゃないですか。うん、分かったよ。そうですよね。だからなんか嘘はつきやすいんですよね。回答は。分かったけど村人って言っちゃった時点で俺もうやべえミスったからってして。言ったね。嘘はついてる。みんな信じてるね。そう、何引いたのって聞かれて人狼引いてたら。なんかやべってなるでちょでなんか余計なこと言ったらさ成功性を集めていけない。そうなんですよね。一番面倒くさいねこの役所。本当ですね。人狼回答引いて占い師とか引いてれば別にその通り言えばいいんだけど、まあ、人狼引いてたらもう言い逃れできない。そうなんですよね。だってもうでも出す方がいいかどうかわかんないですね。そうだったら何を引いたかお楽しみみたいなのができない。いやしかし楽しかった二人人狼二人じゃなかったけど。はい、というわけでね、今回は、ダブダですね、はい、人狼会だったんですけど、まあ、珍しく映画とかじゃない、なんか普通の、まあ、アヤパンのプレゼンの企画だったんですけど、それでも何も、何もしないですよね。そんなだけでね。いや、もうあれね。怒られるかな内藤Pに怒られるかな羽根付けしてんじゃん。それとは俺らだってゲームぐらいやるの。そうですね。まあ、次回は、ね、ちょっと決まりはないですから。忙しくなっちゃったので、ね、映画とか見てる暇なかったので、うん、まあでもここたまにはこういうのもいいかなということで、はい、これが次第20回で、ワンナイト人狼会でした。また何かありましたので、はい、またあなたら役立ちしてください。楽しいので皆さんにお願いします。